佐原光一は、日本の政治家、国土交通官僚。前愛知県豊橋市長。佐原光一と阿波人形浄瑠璃平成座座長竹本智之愛知県豊橋市出身。豊橋市立栄小学校、豊橋市立南部中学校、愛知県立自習館高等学校卒業。1976年3月、東京大学工学部航空学科卒業。 同年4月、運輸省公安局に入省。1986年、外務省に出向。在ブラジル日本国大使館一等書記官に就任。運輸省、第三公安建設局境港工事事務所長、パナマ共和国海運庁長,長期専門家、国土交通省公安局環境、技術課長などを務めた。坂港工事事務所長時代には、 鳥取県境港市の水木しげる労働プロジェクトに尽力した。2007年5月、国土交通省中部地方整備局副局長に就任。自民党衆議院議員の山本昭彦は、港湾関連の勉強会のトップを務めていた時に、港湾局課長だった佐原と知り合った。三河湾の発展に役立つ人物だと佐原に目をつけ、2007年夏から、 サハラの自習官高校の同級生らと共に、翌年の豊橋市長選挙に向けて、サハラ擁立の動きを本格化させた。サハラは、天下り、道路特定財源など、負のイメージが強い国交省官僚が、市民に受け入れられるかと、当初迷ったというが、早い段階で決意を山本に伝えた。やがて、元市議会議長の市川健吾が市長選への出馬を表明する。 2008年1月8日付で国土交通省を退職。1月9日に日本公安協会の公安政策研究所長を代理に就任した。2月23日、出馬表明。3月に開かれた自民党豊橋市支部の役員会で同党県議の国防三つは自分も候補者の一人と意欲を示した。市川、沢原、 国母の三人のうちから一人に絞ることになったが、3月27日、党支部から一任された、自民系、市議24人は、沢原への一本化を決定した。国母陣営は、こちらの市長選への思いを一切聞いていない、密室政治だと反発。3月29日の講演会の会合で、国母が出馬表明する動きにつながった。5月、健吾は、 出馬を断念。民主党は、早川勝る市長の多選への懸念から、東海テレビ放送スポーツ事業部長の河井誠に、出馬を要請。さらに6月5日、東愛知県第十五区総支部長の森本和義らは、市役所に出向き、これまで連合愛知から推薦を受けてきた早川に、多選批判もあり推薦できない。党としては新人を擁立したいとの考えを伝えた。 同年6月10日、早川は、市議改定例会で、羽賀広隆市議からの質問に対し、二大政党の中で、市長選が争われるのは、好ましくないという結論に至った。私の場合は、市民党であるから、従って、11月の選挙の時には、挑戦をしたいと述べ、四選出馬を明らかにした。早川は1996年の初当選時、 押されても3期までと公言していた。それゆえ議場からは、どよめきが起こり、各政党、団体関係者は、対応に追われた。同年6月30日、連合愛知と洋橋地域協議会は早川を、推薦する方針を決定。民主党が出馬を要請してきた河合は7月1日、新聞の取材に、出馬しない意向を明らかにした。早川が、 出馬表明した直後から国母に断念を促す動きが加速し、党幹部や財界の一部が国母や講演会関係者の説得に乗り出した。しかし国母は7月、約30年間在籍した自民党から離党するという後戻りできないところへ向かった。同年7月8日、自民党県連は沢原の推薦を決定した。同日、 サワラの講演会設立総会が開かれる。農林水産大臣の若林正俊や中部、経済連合会副会長の神野信夫らが出席し、有力候補を印象付けたが、サハラは企業周りをする中で、自民党関係者に、党は組織として、彼を何とかできないんですかと不満をぶちまけた。自民党の分裂状態に、早川の講演会のある幹部は、 戦わずして勝ったと高笑いした。同年11月9日、市長選が執行。全自民党県議の国母4選を目指す現職の早川を破り初当選を果たした。11月17日、市長就任。当日有権者数289,228人。最終投票率 45.55%2012 年。 自民党と連合愛知の推薦を受けて立候補。元自由民主党衆議院議員の杉田元次との一騎打ちを制止再選。当日有権者数29万1834人。最終投票率 41.16%2016 年。日本共産党県委員の串田慎吾を破り参戦。当日有権者数 二十九九万千九百八十四人、最終投票率二二十九点八パーセント。二千二十年三月二十六日、国民民主党所属の浅井豊氏県議が人気満了に伴う市長選挙に立候補することを表明。サハラは同年六月二十日に開いた講演会幹部の会合と六月二十一日に開いた自民党豊橋支部の会合に 相次いで出席し、市長選での支援を要請。7月1日、記者会見し、市長選出馬を正式表明した。会見には新しく講演会長に就任した前、JA 豊橋組合長、選挙事務長に就く、予定の山本昭彦、選対本部長に就く、予定の根本幸則らも同席した。9月28日、弁当販売業の鈴木美穂が、 出馬表明。10月4日、日本共産党は候補者を立てず、浅井豊氏を独自に支援することを決定。10月7日、佐原陣営は企業団体講演会の設立総会を行うと、ともに政治資金パーティーを開催した。11月8日に執行された市長選で連合愛知の推薦を受けた浅井豊氏に大差で敗れ落選した。佐原は、 もともと、4選を目指す早川勝サへの多選批判と、市長任期の3期12年の条例化を掲げて、初当選した経緯もあり、浅いから矛盾をつかれ苦戦。また、わずか1ヶ月前に出馬表明した、新人女性に1万票も取られるなど、自民公明の統制力の低下が、浮き彫りとなった。11月16日、市長を退任。 当日有権者数297,830人最終投票率43.14%豊橋市明保野町松並のユニチカ跡地2020年7月に住民訴訟でサハラは敗訴したが積水ハウスは着々と開発を進めている造成中のコモンステージミラ町二千十四年十月九日ユニチカはサワラ宛に 文書で、市内明けぼの町松並野の豊橋事業所を2015年3月末までに閉鎖し、敷地は再開発を前提とする第三者へ売却する旨の通知をした。提出された文書には、今後、敷地の売却及び開発を行うにあたり、豊橋市様にご相談させていただきたいと記載されていた。豊橋事業所は、不織布の自動車内装材や、 健康キノコの花びら竹などの生産拠点だったが、大部分が、有給地になっていた。2015年4月9日、ユニチカが、豊橋事業所を閉鎖する方針を固めたことが、新聞等で報道された。同年10月1日、ユニチカは、事業所跡地約27万平方メートルを、積水ハウスに63億円で売却。 この土地は1951年4月にユニチカが市から無償で譲り受けた旧軍用地で締結された契約書には大日本宝石株式会社は将来敷地のうちで使用する計画を放棄した部分はこれを豊橋市に返還すると記載されていた豊橋市民130人は無償で譲り受けた土地を売却したのは 契約違反として、2016年8月23日、ユニチカに63億円の損害賠償を支払わせるよう、市長であるサワラに求める訴えを提起した。原告団の団長は、愛知大学名誉教授の宮入光一。2018年2月8日、名古屋地方裁判所は、住民側の訴えを認め、サワラに全額の請求を命じた。サハラは、 賠償請求できる立場にないとして、2月19日、補助参加人のユニチカと共に控訴した。2019年5月18日、積水ハウスがユニチカ跡地で造成を進める複合開発地コモンステージミラ町が一般公開される。同年7月16日、名古屋高等裁判所は、工場などに使っていなかった一部の土地は、返還義務があり、 市は賠償請求すべきだとして、訴えを全面的に認めた一審判決を変更し、ワ原に約20億9000万円の請求を命じた。遅延損害金の請求も認めた。被告のワ原、補助参加人のユニチカ、原告側の住民がそれぞれ、7月29日付で上告した。同年9月20日、ハ原は積水ハウスから、 複合開発地のラウンドアバウトに近接する、弥生町中原の土地275平方メートルのうち10分9を購入した。2020年7月21日、最高裁は、同日付の決定で、住民側、市側双方の上告を退けた。約20億9000万円を請求するようさわらに、明治田に新判決が確定した。これを受けて、 サハラは8月27日付でユニチカへ賠償金と遅延損害金の支払いを求めた。8月31日、ユニチカは市に約26億円を支払った。2017年3月24日、首相官邸で開かれた第6回未来投資会議にサハラは出席。豊橋公園の芝風広場に多目的屋内施設を建設する構想を発表した。 同年12月29日、新アリーナの建設、運営に関して、民間事業者から、事業提案を募る方針を発表。2018年9月21日、市は、新アリーナの建設、運営について、協議する、対象事業者をゼビオホールディングスの子会社の、クロススポーツマーケティング株式会社に決定した。XSM の提案によると、 建築面積は6790平方メートル。競技場面積はバスケットボールコート3面分。年間を通してアイスリンクの利用が可能。XSM が初期投資となる建設費50億円の全額を負担。30年間の更新、修繕費30億円と運営費の30億円も負担する。市は30年間で使用料60億円を支払い。 更新、修繕費1億円を負担する。駐車場不足などが課題とされているが、市は2021年9月の供用開始を目指すと述べた。2019年6月12日、市は最終の基本協定案を XSM に提示。6月28日、XSM は基本協定の条件として、バスケットボール b 一リーグチーム3円ネオフェニックスが、 新アリーナを30年間使い続けることをチームの運営会社株式会社フェニックスと市の間で確約するよう求めた。市は今後の競技の継続は難しいとして7月9日付で XSM との競技を打ち切った。2020年4月22日新型コロナウイルス感染症対策で休業や営業時間短縮の要請に取り組んだ。 市内の中小事業者や個人事業主に25万円を支給する独自の協力金制度を設けると発表した。午前5時から午後8時の間に営業する事業者が1時間以上、時短した場合に支給する。県から協力金がもらえない事業者の支援を目的とする。同年4月27日、沢原、ありの重郎と金田秀樹の両副市長。 山西正康教育長の4人の5月から2021年3月までの11ヶ月分の給与を月額10%削減すると発表した。削減額は合計約400万円。条例改正案は4月30日の市議会臨時会に提出され可決された。ありがとうございます。